こんばんは。しんちゃん、2号7です。今日はですね、ちょっとね、この前、自転車直ったばっかりで、その前に買ったものがあるんですけど、紹介してます。買ったんですけど、インターネット環境が悪くて、投稿できなかったんですね。なので、ちょっと、今、サラダですけど、中国方を紹介したいと思います。じゃあ、Nintendo DSi。もうですね、開封しちゃって、ケース、カバーがいろんなストラップがつけちゃったんですよ。これですね。実際はこちらになります。これですね、カバーつけてるだけなんですけど、サガっていう感じだな。さあ、2のカバーをつけてます。あと、タッチペンも、さあ、2の限定モデルの、それが、見えますかね？見えないか。あと、ストラップもついてきました。でですね、なぜ今さですよ、DSR 買ったかっていうと、そうですね、前持ってたケースはぶっ壊れちゃって、でも 3DS も欲しいんですけど、3DS ちょっと予算的に無理だったんで、じゃあしばらくは DSi でいくかと思って買いました。で、もう今日買ったんではありません。もう開封しちゃってるんで、先ほど言った通り、ネット環境が悪くてそこにいなかったので、今紹介させていただきました。ではちょっとね、電気入れてみたいと思います。こいつ。でね、プリペイドとかチャージして、ゲームとか買いました。いますかね。メディア面です。メディア背景が映ってます。これですね、わかりますかね。買ったゲームは本当に入ってます。まず、映す、メジャーイワリオとか、なんかいろいろね、いろんなウドとかね、いろんな入れてます。これをね、使って、ゲームはそんなに久しぶりにあったんですけど、最近ね、また遊ばなくなっちゃったんで、ちょっと久しぶりに、そう、なんかしてみたいと思います。例えばね、何したらいいかな。そうピクトチャットっていうのをやっていきたいと思います。この通りピクトチャットを起動しました。今 A ルームに入ってます。ピクトチャットっていうのは何ができるかというと、どのチャットと同じように相手にメッセージを送ることができます。これを通じれば、ディスとしてメッセージを送ってやることができます。例えば、今ちょっとディスコこれしかないんであれなんですけど、なんかいいかな。ありがとうって書いたりとかして、このようにペンで書くこともできます。そうですね、スタートボタンを押すと相手に送信されます。今はちょっとね、これだけなんで送信されないんですけど、普段であれば送信されます。
そうですね、動くメモ帳とかも使ってみたいと思います。僕は普通のこんな感じに作ったのが見れます。はい、まあ、それは東北支部系に作ったのがあるんですよね。実際の作るためのソフトではありません。代用して作ってました。まあね、でもですね、残念なことにもうなんか Nintendo DS のなんかコネクタが切れてて、もうだから世界通信とかできないようになってるっていうね、思うんですね。で最後これ見てほしいです。DSI をインターネットにつなぐと DSI 本体にソフトをダウンロードして遊ぶことができるようになります。ゲームから必要できるツールまでソフトの種類が様々。ですからこのユミミミで参加するのもいいかもしれませんね。はい、で箱、きれいな箱中見てみましょう。充電器はちなみにここにあります。つながってます。箱の中にはあれ、この中に入ってます。では中に紹介します。まず簡単スタートアイド、次に基本編の説明書ですね。まあ、中国が買ったんで、ね、ちょっと順番とはどうなったかわかんないです。あ、落としちゃった。ちょっと待ってくださいね。こんな感じの操作編があります。次に Nintendo DSi の音楽を楽しむ。まあ去年言わせてたんですが、ニートデータに音楽も来ます。まあ、AC ファイル限定なんですけどね。次、サポートブック、これは大事にしておきたいと思います。で、指タッチペン。これがまあ、赤板タッチペンですね。さっき言ったサーブやつは、まあ、赤板ではありません。パックで買ったのについてると思うので、中古で。で、まあ、はい。そういうことですかね。で箱外見か。箱外見と DS の外見を見せたらちょっと動画終了します。箱外見はですね、ここは DSI って書いてますよね。ここが、こうなってますね。ブラックって書いてます。あ、ほんと 3DS 欲しかったわ。買えなかったでしたね。今さらです。カバーつけてると見えないと思うんですよ、裏とかね。こんな感じになってます。ここに SD カードスロットがあって、でもタッチペン入れるとがあって、ここにストラップソフト入れると、あと充電器させたこと、ボリューム、あと中は内部カメラと外カメラと、あとそうですね、 A ボタン十字キー、 ABYX ボタン、スタートセレクト、あと電源ランプとか、あと無線のランプ、充電ランプになってます。あとここにヘッドセットかな、早速あります。ということで、はい、まあ
そういう状況ですね。さっきできるのかな、なんか、日本弱かな、早速ありました。じゃあ、まあ、以上になります。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。